おはようございます。公認会計士の小林修司です。今日はですね、久々に朝ウォーキングに来ております。ちょっと歩きながらですね、今日は話をしてみたいと思います。今日はですね、ちょっと事務所近くの公園に来ました。芹ヶ谷公園っていうんですけれども、結構ね、緑豊かで朝歩くにはね、ちょうどいい場所なんですよね。今日ちょうどね、ゴールデンウィーク、終わって土曜日ということで、少しね、体を慣らす意味でも、今日は仕事、ゴールデンウィーク中も、午前中は仕事したりしてたんですけれども、徐々にね、こう、日常を取り戻すという意味で、朝、ちょっと早く来ました。今日は会計士受験生向けにということで、話をしようと思うんですが、この時期だともうやっぱり担当試験ですよね、5月の。今日、経験のアドバイスとしてですね、担当式の当日ですね、当日の対策ということで、私が行った方法ということでちょっと紹介したいんですが、一つはですね、サングラスをかけるということです。なんでサングラスなのかというと、これはですね、最寄り駅に、試験会場の最寄り駅に行きますとね、本当に受験予備校の人がいろいろ回答速報会やりますよとか、いろんな配布物を配るんですよね。やはりですね、私の時もこうやっぱりご多分に漏れずですね、いっぱいこう行列をなしてね、いろいろ配ってるんですよね。だからそういった人のこう目をね、気にしないように、目線を気にしないように、できるだけ目の前のね、歩くとこだけ集中したいという意味でね、サングラスをかけたのが一つです。もう一つはですね、試験会場に、早めに着くと。これは当然といえば当然ですけれども、私もですね、だいたい1時間前にね、到着するように予定を組んでいました。で、大事なのは時間があればなんですけれども、会場近くのですね、日曜日でしたら日曜日に実際に行ってみて、その1時間場所を潰す場所があるかどうかというところを探しておくということですね。どういったことかというと、1時間場所を潰すって、席にね、立ったままね、こう参考書見ながら時間潰すのはやっぱり、それはあまり良くないので、喫茶店ですとか、テーブルがあるね、お店がその時間に空いてるかどうかをですね、チェックすることですね。私の場合はですね、その時に漫画喫茶の店があったので、そこで、時間を潰しました。漫画喫茶なので、周りの音もね、あまり気にならなくて。たまたまそういう場所があったからね、良かったんですけども、いきなり当日行ってそういう場所を探すっていうのも結構そこでやっぱりストレスかかってしまいますので、事前準備の一つとして、時間を潰す場所があるかどうかですね、そのチェックをした方がいいと思います。これが二つ目ですね。で、あと三つ目。三つ目は、言われれば当然なんですけれども、電卓ですとか、筆記用具ですね。筆記用具の予備を用意するということですね。あと、電池を入れ替える。これはね、何気に大事なポイントだと思います。最近の電卓も私が使ったのとあまり変わりないと思うんですけれども、ソーラーで動くやつもありますけれども、ボタン電池がついてますよね。で、やっぱりね、ボタン電池がなくなってソーラーだけでやると、液晶画面の表示が弱かったり、いろいろ不具合があるので、試験の前日にボタン電池を買って、新品に入れ替えておく。これがね、何気に大事なポイントではないでしょうか。あと、ボールペンの芯もですね、変えておく。担当式だと思うので、担当式なので、シャーペンの芯だと思いますけれども、
シャーペンの芯もしくは鉛筆、まあ、このところですね、途中で芯がなくなっちゃわないかどうかとか、そういう細かいところ、そこをねチェックした方がいいというのが3つ。まあ、今日ですね、担当式直前ということで、私が担当式当日、まあその前日も含めてですけれども、行った対策ということで、ちょっと歩きながらの感じになりましたけれども、3つのポイントですね。おさらいしますと、一つ目は、まあ、サングラスをして、視界に余計なものを入れない。二つ目は、会場に1時間前に到着して、時間、勉強できる場所を探しておく。三つ目は、電卓ですとか筆記用具。まあ、これの、当日の不具合を抑える、なくすリスク。それを対策ですね。当日、使えなくなるリスクを抑えると、この3つを最後直前にやられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ここはですね、上からあの滑り台があるんですよね。なかなかいいロケーションです。まあ、そういったことでですね、この3点本当に細かいところなんですけれども、ご参考にしていただければなというふうに思います。はい、ということで、このチャンネルでは公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に役立つ情報や、公認会計士として日々実務を行っていく中で思ったことを感じたことを発信するチャンネルになります。チャンネルを応援していただける方はぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いや、朝の芹ヶ谷公園いいですね。